はい、それではね、こちらフクレオリジャガードの、コットンニットのね、紹介になります。まずね、この生地の特徴なんですけども、このフクレオリのところなんじゃないかなと思います。まあ、フクレオリってね、こうまさしく見ての通りちょっとねプクプクしたね感じの織り感なんですよね。でこのね、繊細なあのちょっとベーシックな花柄もこれもね実はねプリントじゃなくてジャガード織りということでね、こう織りで、表現されてます。立体感をねこう楽しめるデザインになっております。でまずね、次にですね、ごめんなさい、この生地のね特徴なんですけども、綿がねこう 60% 以上入ってるので、こう綿ってねこの時期なかなか少ないんですけども、このシーズンに使えるコットン素材っていうところもねすごくねこういいんじゃないかなと思います。綿とねこうポリエステルの混紡素材なので扱いもねあのしやすいですし、またねこうシワにもねこうなりにくいっていうところがありますので、ぜひね参考にしてみてください。はい、でこちらねニットなんですけども、ちょっと伸び感いってみましょう。横こんな感じですね。はい、こんな感じで、基本的な伸縮性に優れたタイプになっております。ただこの生地ね比較的戻りもねいいタイプで安定感もありますので、扱いもねあの比較的楽なタイプとなっております。はい、で次にですね、生地の厚みなんですけども、中肉厚ですね。本当にこう薄すぎず厚すぎずといった感じですね。 T シャツもすごく相性いいですし、トップスボトムスワンピースね、など、お洋服全般に、ね、ちょうどいい厚みなんじゃないかなと思います。で次にですね、風合いもちょっといってみましょう。風合いはねこの綿のねこうナチュラル感とねこう柔らかさをねすごくね、体感できます。ニットならではのねこう柔らかさも、ね、出てますので、着心地もねすごくいいタイプになっております。で最後に生地幅なんですけども、132センチということでね、幅広タイプの生地になっております。作品のご紹介をいたします。チュニックを、ね、作ってみました。でこちら、ね、襟元に、ね、アクセントがあるんですけれども、こちらハイネックのタイプになっておりまして、ただ、ね、普通のハイネックじゃなくて前のところで重なっているんですね。そして端も、ね、丸くなっているのが、ね、素敵なカーブのラインになっております。で生地も柔らかめなので、こうして、ね、こうクタッとさせて着ていただいても、ね、素敵ですし、折り返して襟のように着ていただいてもね素敵に着ることができます。とてもねアクセントになるんじゃないかなと思います。でそして、シルエットも程よいね A ライン調になりますので、こうしてねパンツを合わせていただいても着やすいタイプになっております。ね、こちらね生地がね本当生地だけでとても素敵なんですよね。もうねあのジャガード織りのようなね変わり織りになっていて、とても生地の状態でこう立体感があるんですよね。花模様がこう浮き出たような感じになっている生地なので、もうねその生地を生かしてシンプルなデザインで作ってみました。ね、肌触りもいいし柔らかいし、本当に着心地もね気持ちよく着れていいんじゃないかなと思います。ぜひねいろいろなアイテムで作っていただけたらと思います。